よか。はい、まず初めて音聞こえる？音聞こえたせいあげて音声映像問題ない？どうすか？オッケー。タクミアットマークカズミチプロマネージャーさんはどつ。タクミアットマークカズミチプロマネージャーさんをく。タクミさんいらっしゃい。シさんいらっしゃい。ドロンさんいらっしゃい。はい、ワズ。ここは滑るぞ。砂利は危ない。ハッチアットマークヒデモスカズミチライフ、タンワドツ。ハッチいらっしゃい。今日はあったかいわ。春一番吹いただけあるな。昨日。今日はあったかい。すごいいい感じだよ。乃木編休み。
さんバイト帰りで明日スタジオだからベース練習中よ。ああそうなんだ、頑張れ。音どう？問題ない、このくらいで。はい、ワード2、いらっしゃい。練習でマウスピースつけてるのは試合であれするためですね。うん、呼吸とか覚えるため、慣れるためです。音大丈夫で、ね、いらっしゃい。ピースつけるのが正解。そうですね。おえってなっちゃうみたいですね。なんかつけてないと。ミックさん、カズミチフリだろ W、 もう企画は壊れてる、実現しないと分かってるだろ W。 ミックさんはどつ、のんたん元気です。暖かいので大丈夫です。今日暖かいね、ゆうこさん、わみちさんって
昔は、なんか乃木100点、室温症、ザ・ソニックブームくらい出せないと試合は勝てないよ。マイキー3初見。ちょっとだけ空手みたいなのをやってたようなことは言ってました。え？ん？昔なんかやってたんですか？ソニックブームぐらいの出せないと試合は勝てない。ソニックブームは早すぎですね。マイキーさんいらっしゃい。初見さんいらっしゃい。ゆっくりしてってね。ダンフォームグダグダヤン。まあ今のスタミナをつけてるところなんで。ピンさんもね、よかったら見に来てください。時間のある方はぜひ見に来てください。画面の端ってどこ？画面の端。あれ？こっち。そこ。でも負けてもお互い笑顔で握手だね。ここ映ってる。見切れてる。見切れてる。こっち側は。本作グランボ3会場は岡山の後楽園中詰まりのクエスチョンマーク。マイキーさんは道さんって生活保護者じゃなかったでしたっけ？生活保護はもう、1月1日付をもって、今年の1月1日をもちまして、生活保護は、終了いたしました。皆さんありがとうございます。応援ありがとうございました。会場は、千葉の、ファーストリンク。マイキーさんなんて生活保護者だったのですか。ドリンカーさん格闘技やったことあるの。まあ生活保護の話は、YouTube で見てください。詳しく載ってるんで、YouTube の方お願いします。ドギ100点、室温症、3平気で和道の顔面 T シャツを着れる俺だから、試合用に T シャツ作るならノリノリで買うのに、この前は乗り気じゃなさそうだったな。全然顔面 T シャツ作ってきてもいいですし、買ってくれてもいいですよ。あと物販もあると思うんで、そっちで買ってくれてもいいと思います。よろしくお願いします。書くときないっすね。KB。 ケント口ここさん、それやと聞かんて。ケツちゃんさん、スタミナつけるならタバコ我慢して走りしてからのシャドーボクシングかと思います。今度さくらんぼさん、便所さんの配信で見ます。方がいいんだ。ゲット口ここさん、その
丈夫やと聞かない。今いろいろ動画を見てイメージトレーニングをしたりねしてるんでね、少しずつフォームも改善されていくと思います。皆さんアドバイスお願いします。新旧さんはどつ、わたつ、けんけんさん、あさいさん、アドバイスを。あさいさんじゃないです。富士山はどうす。マイキーさん、生活保護者が立ち上がって突然格闘技の企画に出られるとか。イブさん、のんちゃん、かわいい。イブさん、こんばんは。ヘッド口ココさん、足をもっと使った方がええで。ヘドロココさんから足をもっと使った方がいいぞっていうあれがありました。はい、ちょっと今ウォーミングアップ中なんでね。マイキーさん素敵だと思いました。今度さくらんぼさん、つきみちゃんも腕相撲対決参加するみたいだね。知るな。マイキーさん素敵だと思いました。ありがとうございます。ズキティちゃんも相撲対決。ズキティちゃん相撲対決参加、あ、そうですね、ズキッチちゃんも参加するみたいですね。けんけんさん、あさいさんじゃないの、バラ。あさいさんじゃないです。のんたんです、こんばんは。ヘッド口ここさん、頭と脇をもっと締める。ポンで打ったらすぐ戻す。頭と脇をもっと締める。戻す。マイキーさん、格闘家だったお父さんに習うこととかにならないのですか。テッド口ここさん、力入りすぎてる。ちょっとお父さんが厳しい人なんでね、そういう試合に出るってことは内緒です。テツちゃんさん、申し訳ないですけど、いくらシャドーボクシングしてもスタミナが持たないと意味ないですよ。そうですね、てっちゃんさん、こんばんは。今は、スタミナをつけつつの、ウォーミングアップ中です。マイキーさん、なるほど。今日は長めにやっていくんで。ヘッド口ここさん、ボクシング勝負なん。ボクシング勝負というより、ルールは K1 ルールだそうです。ムエタイ、あ、ムエタイルールだそうです。ドギーヤッペン、キツオンショー、3相手の攻撃を防御した手でそのまま攻撃をするのが一番早いって習いました。お、パワーはない。相手の攻撃を防御したまま手でそのまま攻撃するのが一番早い。相手の攻撃を防御した手でそのまま攻撃。どうぞ。一番早い。なるほど。防御してパン。グランコさん、ファイティン、ゴルフブラック。ガチさん、ファイティン。ありがとうございます。シュッシュッシュッ。防御してパーン、防御してパーン。防御してパンチパーン。アルさん、素人同士だからガチガチに湧き締めるとか大丈夫だと思います。カラカラさん、あれでは人は倒せない。今まで喧嘩とかで死ぬほど怖い思いしてないと格闘技は勝てない。半分は精神面、仕事から逃げてる時点で負けだよ。カラカラさん、こんばんは。スタミナつける方が第一です。今の見てる限りではスタミナないかと思います。すみません。マイキーさん、リスナーさんの中には経験者いると思うので頼ったらいいと思うのですが。
あれでは人は倒せない。今まで喧嘩とかで死ぬほど怖い思いしてないと格闘技は勝てない。精神面、仕事から逃げてる時点で負けだよっていうことですが、仕事をちゃんと言ってるんで大丈夫です。てっちゃんさん、スタミナつける方が大事です。今の見ている限りではスタミナがないかと思いますというコメントですね。そうですね、スタミナは試合が6月の予定なんで、それまでにスタミナもつけて、まあいい試合ができればいいと思いますね。リスナーさんの中には経験者がいると思うので、背負ったらいいと思います。明太なら首相撲も覚えておかないとね。そうですね、明太首相撲っていうのはなかなか接近戦で難しいですね。走り込みながらやりなよ。てこきさんいらっしゃい。S 西田さんいらっしゃい。かよこさん初見です。大阪先輩に教えてもらえるんでしょうっていうことで、大阪先輩をよろしくお願いします。三武道の経験はあるけど倒すんじゃなくて繊維を喪失させて、初見さんいらっしゃい。ペロットしか教わってないから良いやつ。かよこさんいらっしゃい。雪じゃないですよ、今砂があるところです。お子さんとの格闘技もそうやけど、攻撃よりもディフェンスが大事やで。ディフェンスはスタミナいるからスタミナ足りないって言ってるんやと思う。武道の経験はあるけど倒すじゃなく、繊維を喪失させて走って逃げるとしか教わらないから、良いアイドバイスをできる気がしないぜ。イエーイ。どの格闘技もそうやけど、攻撃よりもディフェンスが大事やで。ディフェンスはスタミナがいるからスタミナ足りないって言ってるんやと思う。皆さん多くのアドバイスありがとうございます。またね、これは後でタイムシフトを見て参考にすると思うんで、どんどんアドバイスをお願いします。ゴンタサクランボさん、なんか地面が雪で凍ってるみたいに見えた。雪だるまと雪そう、ここ今砂が引いてあって、ちょっと光が反射して雪みたいに見えますが、ここはなんか砂利みたいな感じです。砂と砂利が混ざった感じ。そうですね、肘とかもありますよ。膝とか肘とか。街をさんはよトレーニング制や今ウォーミングアップ中なんでね、これからどんどん厳しくトレーニングをしていきます。まだまだお楽しみに。町尾さんはどうってし、どうですかね。八尾さんいらっしゃい。強いかな、わかんない弱いから練習してる。強いやつにトレーニングが嫌だ。トレーナーになってくれる方が出てきてくれるといいですね。そうだね。 S 西田さん、 A 試合になりそう。ヘッド口ここさん、怪我しないようにね。ありがとう。怪我しないようにありがとうございます。 A 試合になるといいですね。そうですね、もうちょっと、まあ、スタミナがついてきたらトレーナーさんをつけて頑張れるといいなとは思います。ドローンさん、打たれ慣れないといた方がいいよね。ノギーヤプテン、筆損傷、なんてが防止のために柔軟もするんだと。おなつさんはドツ、ダブルコート。結
我防止のために柔軟もするんだぞ。のりペンさん、ありがとうございます。ドローンさん、打たれ慣れないと、打たれ慣れといた方がいいよね。猫木さん、完全に手打ち。なっちゃんはどつ。でこきちゃん、完全に手打ちって。そうですね。腰が、腰を入れないといけないですね。腰、なかなか体重移動みたいなの難しいかもしれないですね。はい、トレーナーは、ロハコさんです。今日はちょっとタイマーを持ってきたんで、これから3分間のトレーニング、じゃあ測ろうか。あ、じゃあ行きます。じゃあちょっとコメント読めなくなりますけど、応援のコメントよろしくお願いします。はい、はい、30秒ごと。はい。8、7、6、5、4、3、2、1、スタート。ドギー100点、室温症、何間違えた。エイドリアンはトレーナーじゃない。わらわらわら。エイドリアン、30秒経過。カラカラさん配信だから仕方ないけど、そんな格好からシャドウとかやってる時点でアウト。みんなが言ってるみたいに基礎体力からつけないと人は倒せないよ。2分経過。30秒。15秒。カウントして。10、9、あ、まだだ。Rさん、全然かっこよく見えないわら。早く、カウントして。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0、ストップ。カラカラさん
これ結構きついですよ。3試合は16オンスのグローブを使うんだろ。グローブ買いだよ。初めは1分ちょいでも腕がだるくなるよ。試合は8オンスですかね。16。めちゃめちゃ重い。腕上がんなくなる。ああ、じゃあなんかちょっと対策を取った方がいいかもしれないですね。本当は16オンス買った方が一番いい。本当に上がんなくなる。ボクサーの練習でも12オンスなんだよ。怪我しないようにだね。戦うじゃあテルチャンピン。テルチャンピンも運動神経が良さそうなんでね、油断はできないです。ああ3分長いですよ。長いっすね。1分はまだやる。息が整ったらじゃあ OK。じゃあ息を整えましょう。まず回復早いでしょ。でも、うん、ケット口ここ3粒座らない方がいいよ。歩いた方がいい。座ってないよ。エスちゃんさん、無礼体であれば彼女さんいろんなとこ蹴ってください。痛みを知らないと一気にへばります。あ、この間ちょっと蹴りましたしたらなんかカウンターを返されて痛いを回しましたねOK だよ。行きます。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1スタート。マイキーさん、これさお父さんとわだかまりがあるのかもしれないけど、この機会に話してトレーナーになってもらったらすごくいいお話になると思うのですけどね。コンプレックスさん、ストレートを打つとき後ろ足が浮いちゃうのよくないな。エスちゃんさん、それはダメですよね。勝ちたいならそれもトレーニングと。1分30秒。また3回帰った。ラスト15秒。反射道なんかより打ち込みミット打ちした方がいいのかもな。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ストップ。
そうですね、ミット相手してくれる人がいたらいいんですけどね、まだなかなか見つからないです。コンプレックス3インターバルは30秒でいいだろ。インターバルは、これからどんどん縮めていこうと思ってます。ちょっとまだ始めたばっかりなので、呼吸を整えて、東京のこっちは中野区の方かな、中野の方の公園です。そうですね、ミットとかグローブを打ってみると感触が違うかもしれないですね。そうですね、相手も素人同士の対戦なんで、まあ、体力をつけたり、まあ、あとは、まあ、怪我をするのはしょうがないっていう、まあ、両者しょうがないっていうことで、もうほとんど喧嘩ルールで怪我させるためになるんだよ。そうですね、こんばんは。カニパンさんこんばんは。ヘッド口ここさん相手の情報がないからわからん。マイキーさんこの機会にお父さんに周運ってことは無理ですか。相手の方はふわっちの配信者で、てるちゃんぴんっていう人を検索してくれると相手の情報がわかると思います。3分3ラウンド素人にはハードすぎそうですね。結構、試合は6月中ですね。多分土曜日とかそれぐらいに、6月の5日の土曜日、あれ10日とかそれぐらいだと。はい、じゃあ行きます。はい、はい、ネギラゴン株 FX さん嫁さんや10 9 8 7 6 5 4 3 2 1スタート。彼女さんも心配やろに。ビルグルイラゴンさんハンバーガーありがとうございます。ハンバーガーありがとう。ハンバーガーハンバーガーありがとう。30秒経過。まあ、心配ですけど頑張って勝ってもらえると嬉しいです。マイキーさんこれを機会に仲直りできてトレーナーになられたら素敵だと思うんですけどね。レギラゴン株 FX さん体格いいね。体格はまだまだこれから体力作りや筋トレをして体格を作ってきます。1分30秒リオさんハートありがとうございます。2分経
た。カラカラさん、時間が足りないから狙うところを絞ってそこを徹底的に攻撃するトレーニングした方がいいよ。そうですね、ちょっと配信ではできないトレーニングもあるんで。マイキーさん、何をラスト10秒秒されてるんですか。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、ストップ。蹴りはすね蹴ってみたり、足の甲で蹴ってみたり、なんだろう。飲んださくらんぼさん、プロテイン飲むといいです。そうですね、プロテインは多分飲み始めると思います。のんたも一緒に練習します。頑張ります。今は、ダンベルのトレーニングをしたりとか、今は基本的にちょっとあのタイマーで時間を測って、これあ、チャンピンか、緊急来た、あ、来た、テルチャンピンさん、こんばんは。岸田さん来た。白龍さんは気開きすぎだよ。リオンさん、プロテインとかお金かかりそうですね。あ、ハートありがとうございます。プロテイン2ヶ月で1万円ぐらいだから、あのアイテム支援してもらえると嬉しいです。プロテインダイクです、ありがとうございます。みんなで少しずつあのアイテムもらえると嬉しいです。街を散歩よ、トレーニング制やわっと。呼吸を整えてます。ちょっとずつね、インターバルも短くしていきます。いや、長めに通る。3分、3ラウンド終わったから。街を散歩、あ、なんかコーラは回復にいいそうですよ。飲み薬店、喫音症、肝炎症だからザバスのプロテイン飲んで嘔吐したのは良い思い出。私はサンチさんバーガーをプレゼントしました。ザバスのプロテイン、あー、ちょっと牛乳が好きな人じゃないと飲みにくいかもしれないですね。サンチさん、バーガーありがとうございます。シャドウで3分持つのは大したものだと思いますよ。炭酸結構抜けてるんで、結構いい感じのコーラになりました。頑張れ、勝ってほしい。ピコジローパイナップルさん、頑張ってくださいね。ピコジローさん、頑張ってください。ありがとうございます。バーガーありがとうございます。リオさん、ハットありがとうございます。昨日のおばさんは、あ、浅井さんか。浅井さんは今日はもう帰りました。今日の献立はホイコロです。タバコちょうだい。はい、ジー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 ジ右だ。お疲れ。ちょっと休憩取ります。ワトツです。お疲れっす。とりあえず、なんとか9ラウンドは動くそうだな。オレンジさん、いらっしゃい。9ラウンド、なんとかなりそうだな。9ラウンドじゃないや、3ラウンドか。3ラウンドはなんとかなりそうだな。こんばんは。それ、今日ちょっと長めにやります、トレーニング。休みなんで。お前意味ねえだろ、タバコなんて。うまいな。
タバコやめないよ。タバコ好きだもん。浜中って人わかんないな。その人に似てんの？浜中って人に。マイキーさん、この機会にお父さんにトレーナーになってもらったら素敵な話になると思うんですけどね。親父プロだからね。コンプレックス三シャドウは無意識にセーブしちゃうから3ラウンド持つとは思えないな。そうだね。ナマズさん、ユイガが晒してるラインは何なんだあれ。ジェンジェンさんいらっしゃい。さくらんぼさんてるチャンピンも吸いながらしてた喫煙祭。そうだね。てるチャンピンタバコやめんのかね。どうなんだろうね。まあそこは任せるけど相手に。チンチンさんトレーニング後はアミノ酸トレよ。取る取る。K0753を芸能人も見に来てる。誰が芸能人リスナーさんで言いますよ。全然おちんちんさんなんて日だ。誰かは言えないけどね。そりゃこんだけリスナーいたらいるでしょ。一人ぐらい、一人や二人。どうだろうね、1000円まで。やめないかな。吸うんだろうな。風船ありがとう。ありがとうね。だいたい1回延長するのに50円はかかるんで。よろしくお願いします。格闘技好きですよ、僕。俺はタバコはやめる気ないね。吸い続けるだろうね。収入上げればいいだけじゃん。タバコ好きだからね。おちんちんさん、タバコって最初はまずいんじゃない？まずいね。マー君さんなんてユイガに LINE で謝ったの？ LINE で謝った？いや、生意気ってすいませんでしたとは言ったよ。うん。おちんちんさん中毒って怖いね。うん。すみません。ありがとう。完全にニコチン中毒ですね。ニコチン。マイキーさん、お父さん嫌いなの？ん？モーリー、おじさんさんはどつ？はい、はどつ。ノンタさくらんぼさん、ノンタンは吸わないの中詰まりのクエスチョンマーク。ノンタヘビースモーカーだよ。ノンタいっぱい吸います。ありがとう。ノンタも一緒にやる。うん。オレンジさん、マジか。右で蹴る感じで。もも打ってきて。いいよ。最初軽くね。うん。おちんちんさん、まずいのに懲りずに何度も吸い続けて無理やり中毒になるなんて考えられない。よいしょ。体温まってる？うん。おちんちんさん、かわいい。もうちょいっ
カウンター時々合わせるか当てないか。マイキーさん、これを機会に仲直りはできないんですかね。お父さんとおちんちんさん一回だけ勝ちです。できる。くそ、油断した。痛いよ。疲れた。こっちに出だった。下が砂だったから大丈夫でした。今日は違う公園です。飛んださくらんぼさん、ぶっ飛んだ。飛んだ、ぶっ飛んだ。なんかピョーンってね、なんかね、飛んだ。びっくりした。ちょっとカウンター入っちゃったのが、ゆっくりやって。大丈夫、頭。こっちにぶつけちゃうけど。ここ。あ、ここできた。ここ？どこ？ここ。ここ？もちんぶつけた。今日公園別ですね。白いのは砂が、街灯が砂に反射して白く見えるんで、東京は今日は暖かいです。
中目黒なんだ。繋いでないだけだよ。空引きじゃない。パソコンの中で音作ってるから外の音は空引き。ゴンタサクランコさん、今のトレーナーはノンタンです。右がおかしいな。曲線強いよね。風は強いと思うよ。ライン入力ですね、簡単に言うと。そうそうそう。いや、パソコンの中で音を作ってるから外では音が、エレキギターザカザカ弾いてるだけの音ね。あれでしょ、真正面に向かうと怖いでしょ、のんちゃん。あれでぶん殴り合うんだよ、あの距離で。マイキーさん、便所が主催である以上、冗談では済まない企画ですよ。ノギ100点、室温症、3エレキで。そうですね、ガチですね。音するけど木造じゃなければ大丈夫なので。
え？面倒が主催する以上どうなんだ。木造だようち。うん。木造。のんちゃんもう少し前。その辺。かかるよ。3500円、2時間で3500円だった。新宿は本当は金払いたいんだけど、撮影の許可もらってんだけど3500円作れないからさ、毎回毎回許可はもらってますよ。タバコはやめないかな。ナナさん構えをもっと半身にならないと自分ももらいますよ。半身って後ろにってこと？体重乗せたいんだよね、もらってもいいから。そうだね。リオンさん3500円か。結構するでしょ。配信つけられる場所がなかなかなくて、そこだけは許可取れたね。プロの格闘家がやってるジム。半身前ってこと？下がれってこと？俺はちょっと前傾姿勢気味なんだよね。半身下がれってこと？半身前に出ろってこと？ S 西田さん、ドレさんか大阪先輩おるやろ。ドレさんにトレーニングつけてもらうけど、もう1ヶ月待ってもらってる、体力作るために。今のままじゃ練習になんないから。あとリスナーさんで地下格闘技25戦やってる人がトレーナーになってくれるって。ミカさんはどうしてもんなメンタル強いよな。まあフィジカルがなかったらメンタルしかないでしょ。カピオンさん、大阪先輩ってただのデブちゃうの？デブ強いよ。デブは強いっすよ。なんかみんなデブ弱いと思ってるけど、デブは強いっすよ、基本的に。ああ、そういうことか。はい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 。ディフェンスの練習はまだしてないですね。ウィービングとかダッキングとかスウェーバックとかのことだと思うけど、その辺じゃなくて、まず3分間動ける体作ろうっていうことで、今週は。ゆっくりメニュー考えてます。技術の練習してないっす。とりあえず、デブ強いっすよ、基本的に。ただスタミナないから、目がいいやつとかパンチいなせるやつは勝てるね。デブは基本的に強いよ。なんかデブ弱いと思ってる人多いけど、体重重たいからパンチ力重たい。いや、いるいる。全然問い合わせ来てるよ。うん、みんな応援してくれてるよ。マイキンさん DM で来てるんだけど、俺がまだ体力ないからっつって断ってんの。来てる来てる。全然かっちゃんさんはどっか。まずやってみる。どんなさくらんぼさん、パルパルどうだろう。これを機にいろいろ乗り越えましょう。
ザブの練習したり、素人はザブ出てくる可能性か。マイキーさん期待してますよ。ありがとうございます、頑張ります。1000円盗まれた、頑張ります、ありがとう応援。 S 西田さん DV、 サトシさんトレーナー必要だね。テレビとかだとこういう画面で見てるから、この絵面に慣れてるから、対すると分かるでしょ、全然違うでしょ。コンプレックスさんトレーナーに1日教えてもらって、自分がどれだけ体力ないのか知った方がいい。おーいいね。おーいいね。砂入ってきた。やれる。これは疲れる。疲れるよね。配信じゃ抜きでこっそりトレーナーつけましょう。サトシさんはどう走り込みしないのか。走り込みはやりますか。いいよ、メニュー考えて言って。なんかいいメニューあったら考えてください。砂利だからなんか滑んだよな。中央公園だったら滑んないんだけど、うん、走り込みやる。腰を回すから、膝の具合はどうですか。腰が回すから、その後に
肩が回って肩甲骨にためを持って手を出すから強いパンチが出る。足を回した後のパジ。そうですね、膝の具合はちょっとあんまり思わしくない感じです。右膝がやばい、右膝蹴られないやつ。ひらちゃんマンさん、格闘技は体重と足腰。そうですね、ひらちゃんマン、今はご飯は、タンパク質を多くとって筋肉と体重をちょっと増量しようか。はい、じゃあカウント入ります。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1スタート。卵は1日3個以上食べるといいって。食べてます。卵水産で食ってます。卵いっぱい食べてます。プロテインがなかった頃の鍛え方だな。ナナさん、上半身だけでパンチしてますね。足が回ってない。バズった。腰を回さないといけないですね。腰を回す。腰を切るのはフックとアッパーだから。ナナさん、サラリーマン。そっか。うん、今ジャブの練習がメインだそうです。ミラちゃんマンさん、腰が入ってないって感じだね。カエルさん、何がいいのか悪いのかさっぱりわからない。
インコさんトレーニングガンバです。夜食にインコさんハンバーガーありがとうございます。バーガーありがとう。インコさんバーガーをプレゼントしました。インコさんありがとう。バーガーありがとうございます。ニックンさんバーガーをプレゼントしました。ニックンバーガーありがとうございます。ニックンありがとうね。皆さんボクサーは今より早くしんどい動きを1日に最低20ラウンドしますよ。ニックンバーガーありがとうございます。そうだね、ニックンバーガーありがとう。すごいよねボクサーは。ミラちゃんマンさんはチルダまだ体力つけてないから今は仕方ないね。サナさん彼女は年いくつ。9 8 7 6 5 4 3 2。なおたくアスター3杯目さんお疲れ様ですわら。なおたくさんこんばんは。6月に向けて頑張ります。ひかるさんも応援するんで頑張ります。30秒経過。なおたくアットマーク3杯目さん見に行きますよ。みんなで応援しましょう。私も見に行きます。なおたくさん来るのかな。見に来るって。吉沢さんサウスポーカー。朝サンプエタイルールならディフェンスのカットの練習も大事ですよ。ミラちゃんマンさん下半身が強化されれば安定性が出てくるよ。1分経過。カエルさんのんさんご苦労様です。チルダモーリーおじさんさん試合までめげずに真面目にやっていればなんとかなりますよ。練習のカエルさんバーガーありがとうございます。バーガーありがとう。応援してます。おー砂尾ひろしさん試合の日時いつですか。試合は6月です。なおたくさん、きょうさんありがとうございます。腰の入ったフォームを基本やって、筋肉、そうですね、筋肉筋トレ中です。3杯目さん強いパンチ打つ時前に体が突っ込まないようにです。試合は、ムエタイルールです。福蔵さんいらっしゃい。トレンディーですね。トレンディーです。今は自分のパンチの遠心力で振り回されてる感じ。ゴンタサクランボさんプロ来た。ガード下がりすぎ。ガードはなんか顎をこう守るのになんかこの辺がいいらしいです。馬からアットマークからくりくりから峠さんキック練習はこれからか。強いパンチ打つときに前に体が突っ込まないようにです。
プロ来たキック練習はこれから、そうですね、キックも練習していきます。次のラウンドケージ主体でいこうか。はい、そうですね、もうちょっと、そうですね、体力がついたらジムの方にもちょっと行ってみるかもしれないです。キラちゃんマンさんでもマチルダディフェンスが上手い人間が強いんだけどね。なおたくアットマーク3杯目3パタきます。なおたくさんありがとうございます。ヒカルさんの応援もしますんで、また来てください。アットマーク3杯目さん頑張ってください。はい、ありがとう、ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ります。ナマコンイチゴさん、タカシンのジムコンプレックスさん、マケンキが一番大事。ナマコンさん、こんばんは。ナカシンのジム、中新のジム、ちょっとどこのジムかは分かんないです。じゃなくて走り込みだけで勝てると思うよ。うん、走り込みだと、うん。馬からアットマークから振りから峠さん増えたい。じゃあカウントいきまーす。相手が経験者だと。スタート。チョコレートですね。チョコレートもじゃあ今度試してみます。アットマークからくりくりから峠さん、最初は大技より隙のない技中心に組み立てた方が軸ぶれなさそう。福蔵さん今夜も激しいですな。2分経過今日は頑張ってます。福蔵さんこんばんは。最初は大技より隙のない、技中心に組み立てた方が軸ぶれなそう。そうですね、ジャブの練習を一生懸命します。30秒経過。2分30秒。ラスト15秒。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、スタート。それ深夜食堂さん違うよ。W 受けるときに手を振れって言ったんだよ。ワット彼女が手を振ってて可愛い。わらわらわら。制限時間内。制限時間内に何発打撃できるかノルマ作って数えてあげな。蹴るときに手を振れか。こういう
感じに手を振るってことだ。蹴ってくる。ほっ。ほっ。ガード下がるからカウンターもらう。あ、そっか。人間の卵さん丼が毎日お腹の上に乗ってジャンプしよう。あ、それいいかも。ジャンプして腹筋を鍛えるっていう。毎日続きで鍛える腹筋を。ガン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 。制限時間内に何発打撃できるか。3分のをだいたい今3ラウンドぐらいですね。でインターバルはちょっと息を整えてやってる感じで、まあ、そのうちインターバルも縮めていこうと思ってます。どれ深夜食堂さん今のノンタンの動きが正しいんだよわらわら。そうか、こうほ今からアットマークからくりくりから峠さんスパーやる相手はいるの。まだちょっとスパリングやる相手はいないです。近くに一応ジムがあるんで、もうちょっと体力がついてきたらちょっとやってもらえるかもしれないです。あとリスナーさんでちょっと強い人がいるんでちょっと教えてもらえるかもしれないです。経験者の方ですね。もう2ラウンドで終わりにする、うん、結構6ラウンドやった今。すごい、結構やった結構やった。飲んだ体柔らかいにはバレーやってたから。あ、やったー、褒められたー。うん、のんちゃん経験だよね。どれ深夜食堂さん今はただがむしゃらに思いっきり打ったり蹴ったりしてればいい。そうっすね。じゃあ7ラウンド8ラウンドで終わりにする。10ラウンドやる。どうも土曜日だから、あの明日休みだから徹底的に、うん、足の具合を。膝は大丈夫。どうしよう、7ラウンドやろう。今6ラウンドやってるんですけど、あとどれくらいやりましょうか。リスナーさんどんな感じかな。あと何ラウンドくらいやった方がいいかな。明日もやる。明日もやる。じゃあ2ラウンドにしようか、うん、あと2ラウンドやります。インコさん100かな。100? 顔好きだよ、俺のこと。ちょっと骨折れちゃうかもしれない。クマからアットマークからくりくりから峠さん、体の負担によるあまり1日で多くやらない方がいいよ。体温まってますね。いちごさん息切れてるの。マウスピース、マウスピースっす。どれ深夜食堂さん思いっきりです。思いっきりバーガーをプレゼントしました。バーガーありがとうございます。バーガーありがとう。バーガーありがとう。ピンボケサトシさん、毎日限界来たらさらにやると体力つくんじゃない。いや、もうね、ニートだから全然動かなかったんだよ、体。あ、2ラウンド行こうか。だいぶ動くようになったと、これでも。はい、行きまーす。スタート。
半出すと15は相手を倒すイメージでラッシュだよ。サトシさん試合で1試合。コンタさくらんぼさん終了。ラスト15秒きついですね。今何ラウンド？6、7。なあ、ピピー、右の肩がきついね。ちょっと休めた方がいいかもね。ラスト右肩嫌いだから左のジャンプしたいでいくわ、うん。試合は1試合です。こんな3試合も4試合もできないよ。1試合で競馬とかいかにすごいか分かるよね。3分3ラウンドです。2分3ラウンドって聞いてたのにな。3分はちょっときついですよね。きついね、素人には。前を左右スイッチして、どれ深夜食堂さん会った時にフォームとディフェンスを教えてあげるから今は体力がつけばいいよ。ありがとうございます、頑張ります。どれさんありがとうございます、よろしくお願いします。島さんなんや、ようわからんけどええもん持ってる気がしてきたわら。頑張ります、ありがとう。応援応援ありがとうございます。応援してくれる人フォローお願いします。6月の10日までトレーニングやって試合まで応援してくれると嬉しいです。今からアットマークからくりプリから峠さん、まず体力やな。そうだね、初日とかひどかったよね、うん、1分動けなかったもんね。まあ3分動けるだけまだマシだよね。1週間、だいぶ。今からアットマークからくりプリから峠さん、体重制限はある？高速をやるよ。体重制限ないです、増量します。よし、もうちょいますね。はい、もういい。おじさんさん、和戸さんならいけるぜ。気持ちいい。さとしさん、初めて1週間くらい。初めて、そうですね、1週間ぐらいかな。2週間目ぐらいかな。おじさん、ベンチョさんも言ってた3分3ラウンドはどうかと。どう？どれ深夜食堂さん、素直で一生懸命なのがいい。これからも毎日やろう。ありがとうございます。一生懸命やってます、毎日やります。大したもんだ。おろろさん、スパーリングはやってるんですか？スパーリングはまだやってないです。ラブドット DA ドットラブさん、寒くないですか？大丈夫ですか？もう汗かいてるぐらい、今日は東京は暖かいんで大丈夫です。サトシさんは脳の決断力、行動力尊敬する。決断力、行動力尊敬する、ありがとうございます。そうですね、今から怪我しないようにちょっと頑張りたいと思います。ストレッチも頑張ります。
タートしちゃって大丈夫？30秒カウント後。30秒カウント後？15でいいや。どれ深夜食堂さんダイニングかっこええわらわら。いきまーす。15、14、13、12、11、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、スタート。お疲れです。お疲れ様です。みんなありがとうね、見てくれて応援してくれた人ありがとう。応援ありがとうございます。アイテムもたくさんありがとうございます。アイテムもいっぱいありがとうございます。リオンさんハートをプレゼントしました。ありがとう。ハートありがとうございます。リオンさんハートをプレゼントしました。ハートいっぱいありがとうございます。リオンさんハートいっぱいありがとうございます。リオンさんハートをプレゼントしました。リオンさんハートをプレゼントしました。ハートありがとうございます。リオンさんハートをプレゼントしました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 。ハートありがとう。どれ深夜食堂さん歩きながらクールダウンしよう。ハ
ハート。ミオンさんハートをプレゼントしました。ハートありがとう。ノリカマさんトレーニングお疲れ。ミオンさんハートをプレゼントしました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 。ミオンさんおつおつ。メス西田さん風邪ひかんように。ヤヤさん何これ。X さん嫁超頑張ってんじゃねえか。どれ深夜食堂さん飲んだんきれいわら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 。ありがとうございます。明日のはどうって感じ。この企画始まったから売り上げ下がってんだよな。今日はちょっと増えた。みんな雑談さ、聞きたいそうじゃん。体柔らかいのは毎日中断してるから、ね、ちょっと不安だよ。もともと雑談だからね。マジやべえ。練習に時間取られるのすげえやん。毎日中断します。不動産今はそれでいい。ほう。妻からアットマークからくりくりから峠さんひどい筋肉痛になったら休むようにしないと。さとしさん風船をプレゼントしました。風船ありがとう。さとしさん風船をプレゼントしました。ありがとうね。さとしさん風船をプレゼントしました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 。ノンタさくらんぼさん明日のノンタン。さとしさん風船をプレゼントしました。さとしさん風船をプレゼントしました。ありがとう。風船ありがとうございます。今からアットマークからくりくりから峠さん柔らかい。風船ありがとう。風船。俺の上着どこ？ん？ここだ。イレブンさんバーガーをプレゼントしました。バーガーありがとう。オロロさんはじめのはどう。人間の卵さん風船をプレゼントしました。バーガーありがとう。人間の卵さん風船をプレゼントしました。風船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 。人間の卵さん風船をプレゼントしました。あ、風船風船人間の卵さん風船をプレゼントしました。帰る準備して。人間の卵さん風船をプレゼントしました。人間の卵風船ありがとうね。人間の卵さん風船をプレゼントしました。ゴミ箱ないね。イレブンさんハートをプレゼントしました。アイテムありがとう。アイテムありがとうございます。それも全部。ミオンさんハートをプレゼントしました。ありがとう。ミオンさんハートをプレゼントしました。ミオンさんハートをプレゼントしました。ミオンさんハートありがとう。ハートありがとう。ミオンさんハートをプレゼントしました。ミオンさんハートをプレゼントしました。ミオンさんハートをプレゼントしました。ありがとうね。コンタさくらんぼさん花火をプレゼントしました。花火。ハート、ありがとう。ミオンさんハートをプレゼントしました。コルゴさんのんさんかわいい。どんなかわいいでしょ。まさにこのメンヘラ。どれ深夜食堂さんなるべくはやめに基本的なフォームをプレゼントやろう。セブンキャンティーン、お前をぶっ飛ばす。ミオンさんハートをプレゼントしました。ミオンさんハート。3ラウンド以内にお前をぶっ飛ばす。お疲れっす。ミオンさんハートをプレゼントしました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 。ハートありがとう。ミオンさんハートをプレゼントしました。ミオンさん www。 ミオンさん嵐みたいになってる気分。疲れたね。たくさんありがとうね。コンタさくらんぼさんはドンさんをプレゼントしました。人影たち、うん、東
旧住宅街だ。うん。ドロさん火をつけて帰ってね。いや、すぐそこ。目の前。もっと来い、もっと来い、ガンガン来い、ガンガン来い。アイテム拒まねえぜ。俺のこと愛してる分だけアイテムくれ。あざーす、ありがとう。おー、ありがとう。ありがとう、頑張るよ、クソババアさん、ありがとう。ありがとう。ハートラッシュ。頑張るよ。すごいね、ハートラッシュ。すごいね。ありがとう、アイテム。サンキュー。アイバーツー。リオンさんハートをプレゼントしました。ありがとう、ハートラッシュ。リオンさんハートをプレゼントしました。リオンさんハートをプレゼントしました。リオンさんハートをプレゼントしました。止まらない、止まらないね。バーガーもありがとう。日清食の夜景をご覧ください。かっこいいよね。夜景綺麗でしょ。ここ好きなんだよね。空が明るいんですよ、新宿は。新宿はライトが強いから、曇りの日空が明るい。花火は一発1000円だからね。大金持ちだよ。ブロンソンさんいらっしゃい。おー、人間様か、ありがとう。そんな謝んないで、アイテムくれるだけで本当感謝だから。あ、絶対謝んないで、モンスターのボスこれいいでしょ。モンスターとお揃い300円取ったんだっけ。UFO キャッチャーの景品だね。かっこいいでしょ。ありがとう。うん、気持ちでいいよ、気持ちで。みんなの気持ちで俺は整形させたいから、うん、面白かったり、なんかいいことがあったらアイテムくれると嬉しいです。ダテンさんいらっしゃい。楽しんでってください。面白かったらフォローしてください。あ、いい汗かいた。うん、稼いだんでいいよ、全然。稼いでる人もね、稼いでる人にアイテムもらえると嬉しいです。のんちゃんどこ行くの？いや、過ぎてる。家着きました。おー、リオンさん花火ありがとう。センキュー、花火ありがとう、リオンさん。ただいま。花火ラッシュありがとう、リオンさん。花火ありがとう。スケさん、スケさん、挨拶して、リオンさんに。はい、うちのスケさんです。うちのスケルトンのスケさんです。リオンさん、ありがとう。花火ラッシュ、ありがとう。いえ。花火、ありがとう。ただいま。
どうする？風呂、銭湯行く？ありがとう、花火。ありがとう。花火ありがとう。嬉しいな。ありがとう。今月、売り上げ少ないんで、助かります。花火らしくありがとう。汗を取らないと風邪ひっちゃうから。いや、筋トレする。あ、追い込む。腕も不足しないとパンチ力上がんねえからさ。よし。リオさん、花火ありがとう。何発だ花火。10発 !10 発花火ありがとう。ダンベルやるか、じゃあ。ダンベルやりましょう。花火ありがとう。おお、止まんねえな。すげえな、リオンさん。花火ありがとう。花火一日一発上げても月3万。そうだね、計算的に言うと。え、ちゃうな。花火一発3万じゃないよ。15万ですよ。お、ハート花火ありがとう。ありがとうね、リオンさん。胴体は鍛えないの、腕もいいけど。いや、ボディは鍛えないです。足と、スクワットと腕だけ鍛えてますね。腕今こんな感じ。腕は今こんな感じです。ダンベル、いや、8キロです。8.5 ですね。で、来月10に切り替えます。こんな感じです、腕、今。どう？うん。腕こんな感じです。1ヶ月鍛えてる感じ。まだ1ヶ月しか鍛えてないから、全然太さないけど。今こんな感じです。みんなが花火くれた分鍛えてるんで。じゃあ10発なんで60回ダンベルやります。あ、じゃあ11回だから66回やります。66回やろう。いや、腰を切ってるんですよ。あれ胴体ぶれてんじゃなくてね、下半身が弱いからああなっちゃってんの。スクワットで下半身の土台が悪いんですね。体幹が悪い感じ。よし、行きます。おろろさん、花火一発1020円くらいじゃなかった。花火一発ね、1000円だよ、リスナーさんは。ありがとう、リオンさん。マジで。サトシさん教えられる。ありがとう、中野夫さん、ありがとう。中野夫さん、ありがとうね。プーチンのサムネかっけえな。ありがとうございます。ありがとうございます。中野夫さんからの花火も行きまーす。よいしょ。コンタ、さくらんぼさん、花火ドンチキ。じゃあ、あと2分で終わりにします。また夜中風呂上がりに放送するんで見に来てください。いや、遅い方が効くんだぜ。ある程度の重さがあるからゆっくりの方が効くんですよ。リオンさん、さすがにこの回数は辛そうだ。いや、トレーニング後きついね。お疲れ様でーす。トレーニング後はきついね、筋トレ。あー、腕上がんねえ。でもね、これが明日強くなるからね。この今日の苦しみは明日の強さだから。よし。あと32回。あと32回。頑張ります、頑張ります。この腕に期待してください。お疲れっす。この腕にみんな期待してください。
これでテルチャンピンぶっ飛ばすんで。今50だよな。よし、ゴンタさんお疲れ。うん、じゃあみんなお疲れ、おやすみ。トレーニングこれで終わりにしたいと思います。勝つよ。マジだ。お疲れ。湯船浸かるよ。今日は筋トレゆっくりやって湯船浸かります。後で会いましょう。お疲れ、お疲れ様です。リオンさん、ありがとうね、花火たくさん。花火ありがとうございます。あとね、リオンさんと中野くさんありがとう。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前、バットボタン押してんねん、もう。